ん、お疲れ様です。やあマイア、部室までご一緒してもいいかな、お姫様。はい、もちろんです。あ、そうだ、聞いてください、カオルさん。さっきうちのクラスの子たちがロックさんの校内放送良かったって話してたんですよ。それは嬉しいね。今日の放送は練習通りに明るく元気よくできていたからね。はい、富山さんをイメージした放送、うまくいって本当に良かったです。ああ、子猫ちゃんの悩みが晴れたのならこの上ない喜びだよ。演劇部の方も早く晴れるといいんだが。はい、今日こそは脚本の方向性を決めないとですね。あれ、あそこにいるのはロックさんじゃないですか。ロックさん。あ、カオル先輩にマヤ先輩、こんにちは。ロックさん、放送すごく良かったですよ。頑張った成果が出てましたね。ありがとうございます。本当にお二人のおかげです。ロッカちゃん、本番は楽しかったかい。え、楽しかったか。あ、はい、楽しかったと思います。だって皆さん楽しかったって言ってくれましたし。ロックさん、なんだか浮かない顔ですね。いえ、そんな、全然そんなことないですよ。ロッカちゃん、私たちは君のサポート役を引き受けたんだ。何か思うところがあるのなら何でも話してほしい。その、うまく言えないんですけど、なんかちょっとモヤモヤしているんです。もやもや？はい、実は今日の昼休み、練習通りにちゃんとかすみ先輩っぽくやれたなってほっとして放送室を出たんです。その時廊下で偶然会った美化委員の先輩たちに感想を言ってもらえたんですけど、朝日さんっぽくなかったけどよかったよって。うまくできたはずなのに、褒めてもらったはずなのに、なんだかモヤモヤしてしまって、それからずっと考えてるんですけど。なんでモヤモヤしてるのか自分でもわからないということですね。はい、もうそんな時間ですか。子猫ちゃん、息を切らせてまで呼びに来てくれてありがとう。しかし今この子猫ちゃんと話をしていてね。あの、大丈夫です。特訓してもらっただけで本当にもう十分すぎるほど助けていただいたのに、これ以上は甘えというものです。モヤモヤは自分一人で何とかしてみせます。お話聞いてくださってありがとうございました。部活頑張ってください。あ、ロックさん。行こうマヤ、まずはやるべきことを果たさねば。あ、はい。すっかり遅くなってしまった。時が経つのはあまりに残酷だね。結局今日も脚本は決まりませんでしたね。脚本も心配ですけど、ロックさんのことも心配です。せっかくうまくやれたのにどうしてなんでしょう。きっとロッカちゃんの本当の願いではなかったんだろうね。どういうことです。誰しも大舞台に立つときはその役目を果たそうと目の前の仕事だけにとらわれてしまうものさ。責任やプレッシャー、そういうもので本当の願いが見えなくなってしまう。なるほど、その感じはなんとなくわかる気がします。いつかの誰かさんもそうだったようにね。ん？誰かさんですか？いや、何、遥か昔にそういう経験をした友人を知っているというだけの話さ。おや、
屋上に誰かいるね。あ、本当ですね。あれ、ロックさんじゃないですか？ああ、本当だね。よし、行こう、マイア。は、はい。シンデレラを暗い顔のまま返すわけにはいかないからね。